サリバン島の戦いは、アメリカ独立戦争中の1776年6月28日、サウスカロライナのチャールストン近くで行われた戦闘である。これは、イギリス軍が最初に13植民地の中の都市を占領しようとした試みだった。この戦闘は、第一次チャールストン包囲戦と呼ばれることもあるが、これは4年後の1780年に再度、 イギリス軍がチャールストン氏を包囲し成功させたことによっている。イギリス軍は北アメリカで反旗を翻した南部植民地に対して1776年初期に遠征軍を組織した。平坦な問題や悪天候によって実行が遅れ、同年5月になってノースカロライナの海岸部に到着した。その指揮官ヘンリー・クリントン将軍と海軍の ピーター・パーカー提督はその地域が作戦遂行には適していない状態にあることが分かり、その代わりにサウスカロライナのチャールストンに矛先を向けた。6月初旬にチャールストン近くに到着したイギリス軍はサリバン島に近いロング島に上陸したが、サリバン島ではサウスカロライナの民兵が海上からの砲撃や陸からの襲撃に備えて部分的に砦を完成させていた。 陸からの襲撃は二つの島の間の海峡の水深が深く徒歩で渡れなかったために失敗し、アメリカ側の守備隊が海陸共同の上陸を阻止した。鳥はスポンジのようなヤシの木材で構築されていたことと砂の多い土壌だったために海上からの砲撃はほとんど効果がなかった。守備側からの念入りな砲撃によってイギリス艦隊に少なからぬ損傷を与えたので、 イギリス艦隊は丸1日の艦砲射撃後に撤退した。イギリス軍は遠征軍をニューヨーク市にまで戻し、次にこの地に戻ってきたのは1780年になってからだった。詳細は南部戦線を参照アメリカ独立戦争が1775年に勃発した当時、サウスカロライナ植民地のチャールストンは来たアメリカ南部の商業中心だった。その市民は イギリスの議会が彼らに課税しようとすることに反対するときは他の植民地人と同調し、1775年4月に歴史ントンコンコードの戦いの知らせが入ったときには民兵の徴兵数を増加させた。1775年から1776年に入ったとき、植民地の伝園部からも徴兵された民兵が市内に入り、市の製造業者や公益業者は、 軍需物資の製造をはじめ、市の周辺には防御工作物が形を取り始めていた。北アメリカのイギリス軍は1775年の間、主にボストン包囲戦で釘付けになっていた。1776年になってからより支配を強化できる作戦基盤を求めて南部植民地への遠征を計画した。当時ボストンにあったヘンリー・クリントン少将は、 ノースカロライナのケープフェアに移動して、そこでノースカロライナの田園部で立ち上げられた大半が、スコットランド系のロイヤリスト部隊、およびチャールズ・コーンウォリス少将が指揮するアイルランドからの正規軍2000名と合流しようとした。この作戦は、最初からつまずいた。アイルランドの遠征軍は、当初1775年12月初めに、出発することが期待されていたが、 平坦の問題で遅れた。総勢2500名となったその部隊は1776年2月13日になって、ピーター・パーカー提督の指揮する11艦の艦船に護衛されて出発した。クリントンは1月20日に、警府票2個中隊と共に、ボストンを出発し、まず、ニューヨーク市に立ち寄って、ニューヨーク植民地の総督ウィリアム・タイロンと会合した。 大陸軍のジョージ・ワシントンは、チャールズ・リー・少将をニューヨーク市の防御土を視察するために派遣した。リーは偶然クリントンと同じ日にニューヨーク市に到着した。当時のニューヨーク市は著しく緊張が高まっていた。パトリオットの部隊は、ロイヤリストの武装解除と強制退去を始めており、ニューヨーク港に停泊するイギリス艦隊は糧食を得るために困難な状況だった。 それにもかかわらず、クリントンはその標的が南部にあることを隠そうとしなかった。リーはこのことを知り、これは確かに滑稽なやり方だ。敵にすべての作戦を知らせるなんてあまりに新しすぎて信用できないと語った。これは植民地人が南部への遠征について知った初めての機会ですらなかった。 12月に押収された文書ではすでにイギリス軍が南部に向かう作戦を立てているという情報が得られていた。クリントンは5月12日に k f プフェアに到着したが、この時ヨーロッパからの護送船団がそこにいるものと期待していた。クリントンはノースカロライナ総督、ジョサイア・マーティンとサウスカロライナ総督、ウィリアム・ギャンベルと会見し、 徴兵したスコットランド系ロイヤリストの部隊が2週間前のムーアズクリーク橋の戦いで敗北したことを知った。クリントンはジョージア植民地総督ジェームズ・ライトからも援助の約束を得ていたが、ライトは逮捕され、その後に海軍の艦船に逃亡していた。パーカーの艦隊は大西洋を横切るために極度に難重していた。嵐や荒海に災いされ艦隊の最初の艦船が、 ケープフェアに到着したのは4月18日のことであり、コーンボリスは5月3日になって到着した。その海域でイギリス軍がパトリオットの資産を襲撃した後、クリントン、コーンボリス及びパーカーは、ケープフェアが今後の作戦展開に適した場所ではないと結論づけた。パーカーが数艦の艦船を海岸の南北に派遣して偵察させ、チャールストンの防御が、 部分的にしか完成していないという報告があり、そこが有望だったので、チャールストンに向かうことにした。ウィリアム・ムールトリー大佐サウスカロライナのジョン・ラトリッチは、最近植民議会の議長に選ばれ、革命政府の根幹として泊まっていた。ラトリッチは、元民兵で、インディアンと戦ってきていた46歳のウィリアム・ムールトリー大佐の指揮で、防衛軍を組織させた。 この軍隊は3個不評連隊と2個ライフル銃連隊で構成され、総勢は約2000名だった。この軍隊に、ノースカロライナとバージニアから、大陸軍連隊とチャールストン市及び周辺部からの民兵2700名が到着して補強された。サリバン島は、チャールストン港入り口に突き出た砂の多い陸地であり、北方向に長さ4マイル、幅数百ヤードあったが、 ムールトリーはこの島を侵入してくる敵船から入り口を守ることのできる砦で建設に適したところだと考えた。チャールストン港に入ってくる大型船は市の南東約8マイルにわたって伸びる一連の浅瀬であるチャールストンバーをまず横切らなければならなかった。その後に内港に入る海峡にはサリバン島の南端があった。さらに続いて ジェームズ島の北端も通り過ぎる必要があり、そこにはジョンソン砦が、チャールストン市への南東からの接近路を見張っていた。ムールトリーと、そのサウスカロライナ第二連隊は1776年3月に、サリバン島に到着し、島とチャールストン公園の海峡を守る、砦の建設を始めた。建設はゆるりと進行し、パトリオット海軍部隊のピーター・ホリー艦長は、 その場所を長さ500フィート、幅16フィート、砲弾を受け止めるために砂が埋められた巨大なペンと表現していた。砲画は厚さ2インチの板で作られ、木くで固定された。ヘンリー・クリントン将軍大陸会議がリー将軍を南部における大陸軍指揮官に任命した。リーが南部に陸路向かう動きは、クリントンの艦隊が南部に向かったのと同時期だった。 リーは6月1日にウィルミントンからクリントン艦隊は出航したがバージニアに向かったのかサウスカロライナに向かったのかわからないと書き送っていた。リーは私が敵に向かっていくのか敵がこちらに向かってくるのかわからないということを白状すると言いながらチャールストンに向かった。リーはイギリス艦隊がチャールストン郊外に停泊した後でチャールストンに到着し、 市の防衛部隊の指揮を取った。その直後に問題にぶつかった。サウスカロライナの軍隊は大陸軍の組織に入っておらず、正式にはリーの権力下には入っていなかった。サウスカロライナの部隊の中にはリーの指示に従わない部隊もあったので、ラトリッチがリーがサウスカロライナ全軍の指揮を取ると宣言することでこの場を抑えた。空計をした。 サリーバントリでは海に向かった壁しか完成しなかった。その壁は高さ20フィート、幅16フィートで、ヤシの木材で作られていた。壁の間は砂で埋められ、大砲が据えられた木製の課題の上に10フィートの高さまで積み上げられた。旧ゴシラへの厚いた性防柵が火薬こと、まだ工事が終わっていない北側の壁を守っていた。旧内市12ポンド砲から、 イギリス製18ポンド砲やフランス製26ポンド砲、数門まで全部で31門の大砲が前面と、後面の壁に据えられた。リー将軍はまだ工事が終わっていないその状態を見て、そこを大虐殺のペンと呼び、取り出の放棄を提案した。ラトリッジ議長がこれを拒み、ムールトリり大佐には、サリバントリデを去ること以外、すべて従うことを特別に命令した。 ムールトリーが遅延工作を行ったのでリーがこれに起こり6月27日にはムールトリーを別のものに入れ替える決断をしていたがそれができるはずだった翌日には戦闘が始まったイギリス艦隊は5月31日にケープフェアを出港し翌日にはチャールストン郊外に到着したムールトリーはサリバン島から数百ヤード離れたロング島で イギリス軍の偵察船が上陸可能な地点を探っていることに気づいた。その後サリバン島北端を守るために部隊が派遣された。6月8日までにイギリス艦隊の大半の艦船がサスを通過し、サスと航行の間の停泊所であるファイブファソムホールに怒りを下ろした。サリバン島の取り出が半分しか完成されていないのを見たパーカー提督はその戦艦の大砲で 砦の壁を打ち破れるという自信を表明した。パーカーは、クリントンの陸軍すら必要としないと楽観的に考え、クリントンには、砦の大砲を破壊した後に、大砲の援護下に水兵と海兵を上陸させるので、あなたが適切と考えるだけの部隊を送ってくれるまで、砦を占領しておくことができると伝言を送った。ピーター・パーカー帝督イギリス艦隊は旧艦のマンオブ。 ウォーで構成されていた。機関は、大砲50門搭載の HMS ブリストル、その他50門搭載の HMS エクスペリメントと、フリゲート艦の HMS アクテオン、HMS アクティブ、HMS ソウルベー、HMS サイレーン、HMS スフィンクス、HMS フレンドシップ及び、砲艦の HMS サンダーであり、搭載大砲の総数は300門近かった。 この遠征に従軍した陸軍は、第15、第28、第33、第37、第54、第57の不評連隊と第46、不評連隊の一部だった。6月7日、クリントンは反乱を起こした植民地人に武器を収めるよう呼びかける宣言を発した。しかし、経験を積んでいない防御部隊が、 その宣言書を運んでいた船に発砲したので、それは翌日まで届けられなかった。これと同じ日にクリントンは、ロング島に2000名の部隊の上陸を始めさせた。その意図は、ロング島とサリバン島の間の海峡が徒歩で、渡れるだけ浅いものと考えていたので、これらの部隊がそこを渡り、一方で艦隊がサリバン島に砲撃を続けるというものだった。リー将軍は、 イギリス軍の上陸に対していくつかの行動で反応した。まず、イギリス軍がチャールストンに直接攻撃をかけることを意図した場合に備えて、本土の陣地を強化することを始めた。またサリバン砦の守備隊が退却する場合に備えて、船橋を作ろうとしたが、島とチャールストン市を隔てる幅1マイルの海峡を渡せるだけの橋を構成する船を確保できなかったので、失敗した。 ムールトリート・ラトリッチがその動きを支持していなかったことも失敗の要因であった可能性がある。アメリカ側はサリバン島の北端に残豪を掘り、ここに750名以上の兵士と3本の大砲を配備した。またサリバン砦から対岸の本土側にあるハドレルズポイントにあった監視所の強化を始めた。クリントン将軍は6月17日に攻撃に、 当たっての最初の大きな問題に直面した。二つの島の間の海峡を渡ることとしていたが、海峡の一部は少なくとも、兵士の肩の高さまで水深があり、敵兵がいないとしてもそこを渡るのは困難だった。ボートを使って、部隊を渡すことも考えたが、アメリカ側は、李将軍からの適切な助言に従って、強固な防御陣地をこしらえたので、 艦船やロング島からの砲撃も事実上不可能だった。その結果、イギリス軍とアメリカ軍が海峡を挟んで退治し、長射程でほとんど効果のない砲撃を解き玉かわすだけだった。クリントンはこのことで、パーカー提督が単独で敗北を喫する名誉を受けることになると報告した。攻撃開始は当初6月24日に計画されていたが、天候と逆風という条件のために、 パーカーは数日間延期すると宣言した。6月28日朝、サリバン鳥ではムールトリー大佐が守り、その下に第2サウスカロライナ連隊と第4サウスカロライナ砲兵隊の1個中隊がつき、総勢は435名だった。午前9時頃、イギリス艦船が攻撃開始の準備が全て整ったことを示す、信号弾を発砲した。 その後1時間足らずの間に、旧艦の戦闘艦が砦に向かう位置に移動した。パーカーは、サンダーとフレンドシップを、砦から約1.5マイルの位置に停泊させ、アクティブ、ブリストル、エクスペリメントとソウルベイには、サリバン島にさらに近く約400ヤードにまで、接近させ、砦に減速を向けて停泊させた。これらの艦船は、所定の位置に着いたときに、 砦への砲撃を始め、砦の守備隊も反撃を始めた。サンダーの砲弾の多くは、砦かその近くに着弾したが、効果はほとんどなかった。ムール鳥居によれば、砦の中央は沼地だったので、砲弾を即座に飲み込み、砦と周辺の砂地に着弾したものは即座に埋められた。この戦闘における、サンダーの役割はかなり短命でもあった。鳥から、 かなり遠距離に停泊しており、その射程を上げるために搭載していた、迫撃砲と予備の火薬を積みすぎていたので、砲画が破壊されることになった。ムールトリートリデの守備隊は火薬が不足していたので、大砲も慎重なペースで発砲させており、実際に数人の士官だけが照準を合わさせているだけだった。一時には4本の大砲を使って、小さな一斉射撃をさせた。 あるイギリス軍の観察者は、彼らの発砲は驚くほど効果があり、さらに、ゆるりだが的確だった。彼らは大変冷静であり、大砲が過剰なくらい照準を合わせていなければ、発砲しないように配慮したと記していた。クリントン将軍は、サリバン島の北端に渡る動きを始めさせた。その部隊を運ぶ、朝廷の船体は2隻のスループ艦に護衛されていたが、 守備隊のウィリアム・トムソン大佐の部隊から砲撃された。武道弾やライフル銃弾の集中砲火を浴びたので、クリントンはこの試みを中止させた。正午頃、フリゲート艦のスフィンクス、サイレーン、及びアクテオンが浅瀬を避けながら、回り道をし、砦の主たる砲台を縦射できる位置を取ろうとした。ここは、砦からの逃亡路も抑えるものだった。しかし、 この三ともに変えずに乗っていないサスで座礁し、その過程の中でアクテオンとスフィンクスの偽装がもつれ合ってしまった。イギリス軍はスフィンクスとサイレーンをなんとか立証させたが、アクテオンは水面下のサスの方向に動いてしまい座礁したままとなった。その結果、三ともに意図した位置には到達できないことになり、ムールトリー大佐は運が離れなかったことを これら三艦がその目的を果たしていたら、我々は大砲を手放さなければならないように立て、刺されていたことだろうと語っていた。ムールトリートリデから、チャールストン港を見下ろす。南北戦争の時の写真トリデでは、ムールトリーがその部下に、二艦のマモブー、ブリストルとエクスペリメントに砲火を集中させるよう命令し、それをことごとく命中させた。 ブリストルに浴びせられた連射でその偽装の大半を破壊し、シュマストとミズンマストを共に大破させた。一発は五甲板を直撃し、パーカーの膝と太ももに軽傷を負わせた。この砲弾はパーカーの半ズボンの一部も引きちぎり、背中側が露出してしまった。午後の半ばまでに守備側は火薬が底をつき、その砲撃は短時間中断された。しかし、 D が本土からさらに弾薬を送らせたので、守備隊はイギリス艦船への砲撃を再開した。その日、遅く D が短時間砦を訪れ、ムールトリー大佐にあなたがここでよくやっているのがわかる。私には用がないだろうから町に戻ることにすると伝えた。パーカー提督は絶え間ない潜伏からの砲撃で砦の壁を破ろうとした。この戦術は、 砦の建設に使われた、ヤシ材剤のスポンジのような性質のために効果がなかった。構造物は振動して、砲弾で砕けるよりもそれを吸収した。砲撃戦は午後の9時頃まで続いたが、暗闇のために戦いを救出せざるを得ず、イギリス艦隊はその場から退却した。パーカーが損失を数えると、ブリストルの艦上で水兵40名が戦死し71名が負傷していた。 ブリストルは尖閣、ホゲタ、偽装に70発以上の砲弾を受けていた。エクスペリメントも水兵23名が、戦死56名が負傷し、大きな損傷を受けていた。アクティブとソウル米からは、それぞれ15名の損失と報告された。アメリカ側は、その損失が戦死12名、負傷25名と報告された。翌朝、 イギリス軍は座礁したアクテオンをサスから離礁させることができず、その艦が敵の手に落ちるのを防ぐために火を放った。パトリオットの兵士が小さなボートで燃えている、この船にこぎ寄せ、そのイギリスの艦船で砲弾を放った後、艦内に残っていたものを持てるだけ略奪し、艦の火薬庫が爆発する直前に脱出した。イギリス軍は再度砦を占領するための試みを起こさなかった。 戦闘から数日後には、チャールストンの民衆がフィラデルフィアで独立宣言が発せられたことを知った。イギリス陸軍は、その輸送船団に乗船し、7月21日には、イギリス艦隊がニューヨーク市に対する作戦で陸軍を助けるために、北方に引き上げた。イギリス輸送船の一隻が、ロング島沖で座礁し、パトリオット部隊に捕獲されるというおまけまでついた。 イギリス軍は1780年になるまでチャールストンに戻っては来なかった。この年、クリントン将軍がチャールストン氏を包囲し、大陸軍全軍を捕虜にすることに成功した。1778年には南部が再びこの戦争の焦点になっていた。南部の商法は北部での戦争遂行のために軍需物資を供給し、戦費を賄うために貴重な効果を手に入れられる。 貿易品を生産していた。パーカー提督とクリントン将軍は、この戦闘後も、絶戦を戦わせ、それぞれが、この遠征の失敗について、互いの責任を追求し続けた。クリントンは、イギリス政府から非難されなかったが、大衆の意見は彼に非があるとしており、パーカーは、その勇敢さのゆえに称賛された。サリバントリでは、この戦闘後間もなく、ウィリアム・ムールトリー大佐が、 リデとチャールストン氏をうまく守り抜いたことを称え、ムールトリートリデと解明された。その後の2世紀の間に大幅に改修が施され、アメリカ南北戦争が勃発する前には、チャールストン氏を守る主要な役割はサムタートリデに移された。その場所は1960年にアメリカ合衆国国立公園局に移管され、現在はサムタートリデ国立史跡の一部となっている。 北緯32度45分48秒、整形79度50分16秒。北緯32.76333度,度、整形79.83778度。32.76333-79.83778。ありがとうございます。